マサミリホです。皆様のおかげで、先日ね、250名登録者数ね、突破いたしました。本当にありがとうございます。本当ね、こんなクソ親父の動画を見てくれて本当にありがとうございます。ここまで伸びるとは思ってなかった。ということでね、ちょっとね、結構ね、50超えたあたりからちょっとバタバタとね、ここまで来てしまったんでね。まあちょっともうそろそろちょっとね、この伸び率が、落ちてしまうのが、上がっていくのちょっとわかんないですけどもね。まあ頑張って皆さんに楽しい動画をね、続けて出せるように、していこうと思ってるんでね。なんか楽しんでいただければいいかと思います。本当ね、なんか好き勝手にね、配信か動画を作りまして、それでまあ、結構適当なことを言ってることも多々あると思うんですけども、ご容赦を ということでね、本当に、まあ、結構ね、自分なりに頑張ってる。頑張ってんのかな、ただ動画を撮ってアップしてるだけなんで、ね、編集とかしない方向でずっとやっていこうと思ってるんで、ちょっとね、なんか、知り切れトンボみたいなとこがあったり、ね、ちょっとなんか、ちょっとグダグダ感も出たりもするかもしれないですけどもね、このスタイルでしばらくはやっていくという形をとっていましてですね、ゆくゆくはですね、あとまあね、かなり、やっぱりそのね、クオリティを求めるようなことがあれば、やっぱりちょっと編集とかも、もう自分でできないんで誰かにやってもらう形を取らなきゃいけなくなっていくと思うんですけど、まあ、その時が来たらその時かなと思ってます。結構やっぱりどうしてもね、たくさん見られてる動画っていうのはバットが多いですね、やっぱりね。まあ、結構な、うちの師匠さんってすごいね、温かい方がいるんで、みんなね、高評価をしてくれますけども、例えばパジェロミニの車中泊シリーズなんか、結構半分ぐらいバット押されてるんで、やっぱたくさんの人が見た場合、やっぱこいつダメだよみたいな、おめえダメだよみたいな、よそもっとすごいの出してるよっていうね、評価だと思うんですよ。まあそこら辺も考えながら今後やっていかなきゃいけないかなと思ってる今日この頃の、まさがみですけども、おかげさまで、250名突破しました。まあ数位だけじゃないんですよ。でもまあこれがすごくモチベーションにつながるっていうかね、一応、まあ、収益の方もね、目指しております。やっとね、収益1000人のうちの4分の1ですね、250クリアできました。あと4分の3でございますけどもね、またこれからね、楽しい動画を上げていきたいと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。それでは皆さんごきげんよう。またねー。